こんばんは、谷口幸太郎です。本日は、1万5千円以下くらいのミシンで迷っている方へという動画を撮ろうと思います。えー、結構迷ってる人いるんじゃないかなということで、動画にします。というのもですね、うちもかなり迷いまして、この入園準備で小物を作らないといけないということで、なんか手縫いではきついということで、ミシンがいるということで探しています。なので、えー まあこの動画の対象者、プロではないというか、あのまず私はプロではないので、で、で実際あのミシン買ったんですけど、まだ届いてもいないという状態で、だからあのミシン使った感想とかを話す動画ではないです。えー、あくまでえーミシン選びで、まあ、うちではこんな風に選んだという話をしようと思います。なので、まあ、それ聞いて何か参考になる言葉があればということで話そうと思います。 ななのののででで、えっと、ミシンのプロの助言ではないですただ逆にプロではないならではのなんか目線もあるかなということで参考になればと思います。で、えー、ミシンのまあ目的ですね。まあ、幼稚園の小物を作るというところで、あと対象者はミシンの初心者で、まあ、ソーイング B という番組にちょっとハマっているという <laughs>、ハマっている、まあ、妻の話なんですけど、ハマっているけど、まあ、どうなるかっていうところですね。で えー、まずですね、ちょっとこの動画編集する予定ではないのであの、まとまりない感じになったらすみませんなんですけど、まずですね、うちはこのミシンですね、2万2000円のこのミシン、これを買おうかなっていうふうに思ってました。で、いろいろ悩みまくって、えー、これを買いました。なので、 こののミシンに至るままでの話をしようと思いますなので、そんなミシンいらねえよとか、まあ、全然興味ない人はもうここで見るのやめてもらっていいです。でただ、1万5000以下ぐらいで選ぶとしたら、こういうコンパクトミシンでシンプルなものになると思うんですけど、まあ、こういういろいろある、いろんな種類があったんですけど、なんでこれを選んだかっていう話をしようと思います。で、まあ、あの着目するポイントとか、 まあ何か参考になればと思います。まあ、何回参考になればと思いますって言ってんだ。でえ、急に手書きで雑になるんですけど、えー、まとまず、ミシンのオズっていうなんか通信販売の,あのウェブサイトがあの、楽天のですね、かなりあのミシン1台1台あの、商品ページの説明が分かりやすくて良かったですっていうのをちょっと紹介します。 で私も結構これ参考にしたのであの、ミシンのオズのウェブサイトに書いているようなことをそのままなんか説明するようなところもあると思います。そのミシンのオズで読んだ、読んで、あ、そういう、なるほどっていうのをあの条件に選んでたりとか、そういうところもあるので、えー、ひとまずこのミシンのオズというあの通信販売のサイトはいいと思います。で、結構アフターサービスもいいみたいなんで、えー、いいと思いますっていう、まあ、 単純な紹介ですね別にあの私広告料とかもらってないのであの普通にいいなって思って紹介してますであとこの動画内で紹介するミシンでまあ値段が出てきますまあ1万5000以下で選ぶみたいな感じで言ってるんで1万5000以下のものを選んでるんですけどあくまでこれ現在価格、まあ、この動画撮ってる時の価格なのでまあ後で変動してたり、まあ、在庫なくなってたりとか、まあ、新型が出てたりとかいろいろあると思うんですけど あくまでこの2022年1月時点の値段で、この時期る在庫で見てるという感じです。で、あとまあプロではない。さっき説明しましたが、私はプロではないですっていう話です。で、えー、いろいろ考えてですね、これになったんですけど、まず、えー、 ミシン選びめっちゃ見てたらいいやつがどんどん見つかるんですよ。めっちゃいいんですね。やっぱ高いやつはめっちゃいいんですよ。で、まあ、高いやつはいいに決まってるんですけどで、どんどん調べていくと職業用ミシンってやつがめっちゃいいに見えてくるきたんですけど、これはプロ用なんですね。結構 YouTube でその手芸とかを趣味でやってる人とかが動画で上げてたりとか、そういう結構プロっぽい人とか。 本当にガチな趣味な人とかって結構ここいいやつ持ってるんですよね。で、えー、ちょっとそのそういう人であのちょっと名前今覚えてないんですけどあの概要欄に貼っとこうかと思うんですけどあのミシン入門者向けのミシンの選び方という動画を上げてる方のやつがあってちょっと参考になったんですけど。 こういうなんかプロ向けのやつは初心者は使えないっていう <laughs> まあ参考になったも何も <laughs> そりゃそうだろうって感じなんですけどまああのなんか速度が速いとかシンプルに危ないみたいなんですねだから入門者は入門者のミシンを使わないといけないっていうのがまず大前提にあってでそういう初心者のミシンで慣れた人がやっと変えるっていうだからまずこういうめっちゃいいやつまあこういう職業用ミシンは買えないっていうのがあってで えー、コンピューターミシンっていうのもいろんなのあるんですけど本当にこの機能を使うのかっていうふうに考えていくとその入門向けにいきなりいいやつ買わない方がいいんじゃないかっていうふうになったわけですねで考えていくとだいたい各社1万5000以下ぐらいの安いミシンがあってまあ各社っていうのは有名メーカーですね安いのをあの追求するとなんか意味わからんミシンも結構有 アマゾンとかで探すと出てくるんですけどさすがに品質的に怪しいのであくまでこう有名なメーカーから出てる安いやつっていう最低限の品質はあるだろうっていうところで有名メーカーで1万5千円以下っていう条件でまず考えましたで、まあ、で入門向けですねでその入門向けのミシン選びっていう動画を参考にした感じではひとまずあのー 直線とジグザグ縫いぐらいしか実際のところそんな使わないみたいな話だったんですね。だからまあこういうコンピューターミシンじゃなくてもう別にいいだろうっていうところでというのとそれ以外にあのシンプルに私はあのまあ私はソフトウェアの技術者なんですけどまあ単純にこう考えてですねこういうものづくり的な目線で考えて ミシンっていうのはこうメカなんですよねす,すげえなんか機械というかだからそもそもコンピューターがそういう振動も激しいし強いモーターが乗っている機械にコンピューターが乗っているって精密な動きさせるっていうところにちょっと私は違和感を感じるというか、まあのー、別に壊れたりはしにくいんだとは思うんですけど故障する可能性を考えるとそういう。 なんでこんなモーター積んでガタガタするやつにこんな精密ななんかコンピューターまあだから高いんだと思うんですけどあのまあこういう精密なことさせるからすげえ高くなっちゃってると思うんですねだからまあシンプルなやつの方がまあ壊れにくいとかそういう面もあるかなということでえまあ安いやつまあ1万5000円以下でシンプルにこういうダイヤルで選ぶようなものでであとフットコントローラーが付いているこれはまあちょっと妻の要望だったんですけど 単純にフットコントローラーがあることで、えー、両手が使えるので、まあ、初心者向けと、まあ。実際、あの、私も、小学生ぐらいの時、家庭科で使ったミシンはフットコントローラーが付いていて、付いていましたっていうところがありますね。で、あと、かなり色々調べた感じだと、このですね、死体糸っていう、死、ま、体、あ、糸をの窯っていうのがあるんですけど、あの、これが種類が、 ちょっっとあって垂直釜っていうのと水平釜っていうのがあって大体のミシンは水平釜なんですよただなぜか知らないですけど1万5000以下のこういうコンパクトミシンでは垂直釜のものがちょいちょいあるんですよねであの垂直釜はちょっとこのボビンケースっていうのでを使うのでセットがめんどくさいみたいなことが書いてあるんですけどただ 私は小学生の時の、まあ、昔のミシンは全部これだったはずなんですよで小学生でも使えるんで使えるっていうのとあと上糸っていうんですかね結局セッティングするの結構面倒くさいはずなんですよだから下糸のこのボビンケースに入れるぐらいそれがあのちょっと楽になるぐらいでその水平釜がそこまで楽になるかっていうふうに考えた時に じゃ逆に垂直釜のメリットは何だって考えるとその下糸の,あの強さの調整ができるんですよねその糸の引っ張り強さというかでそれがめちゃくちゃメリットに感じるっていうところがあってだって水平釜は調整できないわけだから調整できないのとできるのだったらできる方が、まあ、あのいいというかまああの。 調整が難しいっていうのもあるんですけどただ一回調整すればまあ基本そんなに変わらないっていうのもあってただ調整が狂った時に直せるっていうのがまあいいところっていうところですねでさらにいいところがあってこのゴムカタン糸とか刺繍糸とか飾り縫い糸飾りメインになってる <laughs> 飾り縫い糸っていうのがあの使えるようなんですねこれはあのミシンのオズでオズの方安 <laughs> あの商品紹介のところので紹介されてたんですけどでこれが垂直釜のすげえメリットに感じて刺の刺繍糸とか飾り縫い糸とか結構子供用今回あの子供の子供用に買ってるのでこのミシンですねなんか使うことあるんじゃねえかっていう使えるんじゃないかっていうのが1個これありましたねというのとあと もし将来、この、今回買って1万円以下、1万5 0 0円以下ミシンで、よりいいのが欲しくなった時に、多分、このソーイング B 的なこっちのめっちゃいいやつか、まあこういうコンピューターミシンのいいやつに買い替えることになると思うんですよ。その時に、コンピューターミシンのいいやつはだいたい水平釜なんですよね。で、えー、こっちのソーイング B 的なやつは、あのー、職業ミシンっていうんですかね、これは、 あの垂直釜なんですよでだからえっとグレードアップしていいやつに買い替えた場合は垂直釜なのでまあ練習になるわけですよ垂直釜使ってたわけだから垂直釜使えるっていうメリットもあるしあといいコンピューターミシンに買い替えた時にこのゴムカタン糸とか刺繍糸とか飾り縫い糸がその下糸に使えなくなる かかもしれなないいっっててうのがあ,ってまあなんか水平釜だとそのなんか合ってないみたいなでそういう糸で縫いたい時だけ使えるんじゃないかっていう要はその使い分けっていうんですかねこういういいやつ買った後でもあの垂直釜の方にしておけば機能的に重複しないところがあってあの無駄にならないんじゃないかっていうところで垂直釜がいいんじゃないかっていうふうになったわけですね。 で、あともう一個が、えー、裾上げですね。これも結構子供用だったら使いうるんじゃないかっていうので。で、このダイヤルでだいたい裾上げの縫い方っていうのはついてるんですけど、ただ、あの、二つあるっていうのにちょっと着目して選んでまして、こっちの伸縮祭り縫いっていうやつみたいなんですけど、これですね。 伸縮するタイプこっちのギザギザになってる方がちょっと伸び縮みするような縫い方になってまあ伸び縮みするような素材の時に使う縫い方なんですけどこれがまああればあの素材を選ばずというかちょっとこう伸びるような素材でもできるっていうのでこれがまああるっていうこれが結構条件かなっていう感じでうちは選びましたでえー まあそんな感じですねなので1万5000円以下有名メーカーフットコントローラー付き垂直釜のもので裾揚げがついてるというで有名メーカーは何かっていうとシンプルにまあミシンの渦で取り扱ってたメーカーっていう、まあ、なので結構ねミシンの渦で取り扱ってるっていう基準で選ぶっていうのもいいと思いますねそのいいものしかやっぱり取り扱ってないと思うので結構ここのミシンのオズって 店はなんか東洋っていうなんかメーカーの事業をなんか,なんかあの引き継いでたりとかも,うもはやミシン屋さんを超えてちょっとこうメーカーに近い位置になってたりとかするのでちょっとあれですねまあかなりいいお店のような感じがしますまで、えー、メーカーとしてはブラズ有名なメーカーとしてはブラザーシンガージャノメ、重機ジャガー ックス山崎、東洋ネッキっていうのはあのこれらを調べてる時に今出てき知ったメーカーで、まあ、これらも有名そうっていうので,でこれらのやつで1万5千円以下っていうので、えー、調べましたそのこの条件ですねで調べていったところまずブラザーは今のところコンピュータミシンしか在庫がないみたいで えー、なんかなかったです <laughs> なしなしでしたでシンガーは、えー、っと垂直でフットコントローラー付きのがまあ2つ、えー、ありましたあと色違いみたいのが1個ありましたね、まあ、こ,のこ,れこれ買ったんですけどこれのまあ色違いみたいのもありましたこんな感じで3つありました 蛇の目はなかったですそのフットコントローラー付き垂直っていう垂直釜っていう条件だとで1万5000以下っていうのだとなかったですねで重機というメーカーも、えー、垂直釜のフット付きっていうのはなかったですねでジャガーも、えー なか,なかったというか、まあなかったし、なんかちょっと古い製品みたいで、ちょっとよくわかんない、あの、よくわかんないって言い方も変ですけど、あの、アマゾンとかでもアマゾンじゃないところが売ってるような感じのやつだったんで、謎在庫みたいなの書いてますけど、ちょっとこう、古いやつなんじゃないかっていうのと、まあそもそも、まあないようでしたね。まああの、外付けみたいなので付けれるっぽいんですけど、あの、予算を超えるというところで、えー、まあなかったと。 であとこの東洋,東洋ミシンっていうところこれが、えー、垂直側でフットありだったであと、えー、アックス山崎はま水平だったっていうところとあとえー垂直フットありこのネッキっていうなんかイタリアの、まあ、ただなんかすげえ OEM 感を感じる各社 OEM 感感じるっていうかシンガーもここもなんか作りが似てるので。 っていうまあちょっとあのまああれまあどうでもいいんですけどただえっ、ー、とこれに関してはあの私の個人的な好みでこの柔らかな手触りのソフトハンドルっていうこのソフトハンドルが私ちょっと嫌いというか <laughs> あのなんか最近ですねまあ余談ですがって感じなんですがあの柔らかい素材のプラスチックがなんか溶けたりする現象がなんかとこ いろろんなところで起きてて、昔の時計のバンドがなんか腐ってたりとかなんかあのヘルメットとかのキーボードのつや消しプラスチックが溶けてたりとかそういう現象がいろんなところで起きててもう嫌なんですよねだからもうこういう柔らかいプラスチックみたいのはもうすごい警戒しててだからあのこれがそうなるっていうわけではないんですけどもうもうこシンプルにあの私があの柔らかいプラスチックついたの嫌だなっていうだけなんですけど。 まあそれでこれはちょっともう除外してます。で、えー、なので、候補としては東洋ミシンと、えっ、ー、と、シンガーのこのトラディション2ってやつかアミティってやつの、まあ、3台から選ぶ感じになりました。で、 でですね、これも結構迷ったんですけどトラディション2はこれ細かい調整ができるんですよなんかあのジグザグ縫いが無段階になっててであとその直線縫いも無段階みたいなこのなんか何ていうんですかね縫う細かさがをかなり細かく調整できるっていうのがメリットですいいところですただいいところなんですけど私はそこが悪いところにも思えたっていうのがあって でそれはどういうことかというと、こっちのアミティとかだと、ジグザグは3段階、えー、直線縫いも3段階、まあ、大中小みたいな、3つから選ぶ感じなんですね。で、つまり、その、例えばこれ、台で、まあ、中で縫うとするじゃないですか。で、どっか違うとこを違う縫い方したときに、もう一回同じ中で縫おうとしたときに、 そのの中選べるのかっっていうちょっと疑問があったんですね。あとこっちもあの直線縫いでもなんか中間のやつを縫った後にメモっとけばいいと思うんですよ。こ,この辺で縫ったとか2番で縫ったとかメモっとけばいいと思うんですけどあとこっちもなんか何メモリ目で縫ったみたいなのをメモっておけばいいのかもしれないですけど。 こっちは無段階かどうかわかんないですけどこういうなんかこう細かく調整できるがゆえに同じここ縫ったのと同じように縫おうみたいな時にその同じのが選びにくいんじゃねえかっていうまあプロい人はいいのかもしれないですけど初心者なら逆に大中小から選べるぐらいの方が簡単なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でまあその点でちょっとこれは かえってなんか、中が選びにくいんじゃないかっていうので、こっちの方がいいなっていうふうになりました。で、となるとこのシンガーのアミティと、えー、この東洋ミシン、これとの、まあ、あの、比較ですね。どっちがいいのかっていうところで、でもここはもう単純に重さ、軽い方にしました。で、あと、これが、えー、ワット数ですね。 こっちも 60W のモーターって書いてあったんですけどただ仕様では消費電力 70W になってて、えー、まあミシンなんだかんだ言ってこういうこういうなんか縫い方の種類とかで比較されがちですけどモーターの力も結構大事だと思うのでというかめっちゃ大事だと思うんですよねその仕組みとしてはミシンで電気の力で手縫いじゃなくて電気の力で縫うんだから あのモーターのパワーっていうのは結構スペックとしては大事だと思う,思うんで,でそこでまあちょっと 70W、まあ、関係ないかもしれないですけどまあこっちの方がワット数がでかかったっていうのとあとサイズですねちょっと小さいんですねこっちの方がで、えー、軽いとで軽さが結構いいなっていうで何でいいかっていうと要はそのもしかするともしかするとこういうのを 買いいえるかもしれないのでとなるとあのでかいの2台になっちゃうんですよでかいの買うとだからあのでこういうの持ってる人がサブで買ってたりするんですよねさっきのシンガーのアミティとかえっ、ー、とこのなんか職業ミシンのいいやつとかだと逆にあのボタンの穴とかが縫えなかったりとかジグザグがなかったりとかも、まあんのかな分かんないけどあのボタンの穴とかなんかちょっとしたのを縫うためになんか小さいのを 買ってたりするんです、ね、まあそういう意味で、えー、将来的にいいやつ買った時にコンパクトであるっていうのがまあ共存する上でいいなっていうところですね。でまあまたあのでそうであってかつ、えー、別に買い替えなくてもいいやつ買わなくてもまあ あのそいいやつ買わないってことはあのそんなに結局趣味になってないっていうかまあ趣味になるかもしれないですけどあの、まあ、コンパクトであるっていうのは1個メリットだと思いますね、まあ、収納面でですね。でといってもそんな変わらないわけですよ大きさは、まあ、ただ重たい方があの結局振動するじゃないですか絶対針が上下して振動するので本体が重い方があの振動が少ないはずなんですよ。 あの振動する針の動く部分より本体の方が重い方があの振動が少ないはずじゃないですかあの重いものの方が動かないはずなんでだから重さは悪くはないと思いますだからどっちでもあの重いのは重いのでいいと思いますここはもう本当にどっちでもいいんですけどまあただ東洋のやつはこれあれな実実用1番っていうミシンだったんですけど そのミシンのオーズが授業引き継いだせいなのかはわかんないんですけどなんか消えてるんですよねその文字がまあそれ,それもすげえ引っかかって <laughs> あのもしここに実用一番って書いてあったらこっちにしてたかもしれないですけどまあただあのサイズですねサイズも結構でかくてこっちが3 4 8 3 4ンチ3 5ンチぐらいなんですねでこっちが3 8ンチでこれどういうことか えっと、この違い何かというと3 6ンチに収まっているんですよこっちはで3 6ンチとは何かというと棚の奥行きなんですよね一般的なあの棚ですね、えー、本棚というか、えー、それが大体まあ要は無印の棚とかだと4 4ンチぐらいあるのかな結構4 4ンチとか4 0ンチとか3 6ンチっていうのはよくある棚の奥行きなんですけど ここれは36センチよりも小さいので、で、まあ、おそらく棚に収まるっていうところですね。だからまあ収納のまあ別に棚に収めるつもりで買ってるわけではないんですけど収めたくなった時に収めれるってことですねただから収納面で結構有利だなっていうところと、まあ、あとその将来的にでかいミシン買ってもまあコンパクトミシンというあのなんか共存関係があるという <laughs> ところですね。 であと、ちょっとこれはですね、正確ではないんですけど、ここにこう、写真にですね、スケールがついてるんですね、この定規というか、スケールがついてたので、ここをですね、同じに合わせて調整して、この画像をちょっと並べてみたんですね。そしたら、東洋の方が確かにあのサイズがでかい分、ここが広い、手元が広いっていうメリットがちょっとありそうなんですけど、ただ、なんか、 なんていうかそんなにですね、この中間のやつ、こっち、シンガーの中で、同じシンガーだったら、このトラディション2ってやつの方が大きい、38センチ近い、37.5とかで、その2センチとか大きいんですけど、こっちはボディの方がなんか飛び出てるというか、こっちの方がでかくなってるように見えるんですね、これで見ると。で、ここはまあ、広くはなってるんですけど、なんか、 そこまで変わんないんじゃないかっていう。まあ変わってはいるんですけど、その本体の大きさの違いに対して、ここの広さがその分ではないというか、その2センチ、3センチ近い違う、違うんですけど、ここは多分1センチも違わないんじゃないかっていうまあ、感じがしたと。まあ何が言いたいかというと、これは小さい割には広いんじゃないかって、ここがですね。だからまあ、 そんなにね、めっちゃ小さくて使いにくいってこともないんじゃないかなっていう感じがします。まあ、あと実際これ使ってる人、YouTube とかでやっぱいたりとかして、普通に使ってるようだったので、まあ少なくともその小物を作る、幼稚園の小物を作るとかなら全然いけるんじゃないかというふうにまあ思ってます。そこはまあ使ってみないとわかんないってとこはありますね。まあただ、初心者なので、これ